はい、えー、それでは、えー、発表を、えー、始めます、えっと。高校数学で理解する画像検索という題で、えっと、東京大学講師の松井雄介が、えー、発表します、えー。まずですね、えっと、本発表の、えー、っと資料ですね、スライドは、あのこの右上の URL のところから、えー、ダウンロードすることができます。でこの URL はずっと表示しておくので、えっと、いつでもここから、えー、見てください。 あと、皆さん今、YouTube でご覧になっているかと思いますが、YouTube の右側にえっとチャットがあると思うんですけど、そこにあの質問を何でも書いていただければ、リアルタイムでお返事いたします。あと、本講義はバリアフリー対応企画ということで、リアルタイムに下の方に字幕が出ると思います。 そ,うですね、それでは発表を始めさせていただきます。まず自己紹介なんですけど私は松井といいまして東京大学で講師をさせていただいております。私の学部の担当は工学部の電子情報工学科です。で大学院の担当は情報理工学系研究科の電子情報学専攻というところになってます。 で研究は主に情報系の研究をしています。あのコンピューターを使うやつですね。で特に、えー、画像処理をいろいろやっております。で今日話す内容は、えーと、この画像検索の理論という、こういうやつを今日話します。で他にもちょっと面白系として、漫画の画像を処理するみたいなこともやっております。 で、ちょっと今回はですねあの、このオープンキャンパスは学科の宣伝っていうのもちょっとあるので、えっと、宣伝させていただきます。私の所属しているところはいわゆる電気系というところで、EEC i などと呼ばれています。で、えっと、これはですねあの、ここにパンフレットあるんですけど、東京大学工学部電子情報工学科、電気電子工学科は現代技術の中枢を担う。 情報、電気、電子の技術を体系的に学び、最先端の応用へと展開していく力を養うことを目指していきますということになっているんですけど、えー、広くですね、この情報から、えー、もっと回路とか、えーで、もっとレイヤーが下がっていくと、この物理みたいな半導体とかあの物性とか、そういうところまで幅広く、えー、電子技術とか、電気の技術を学ぶところになっています。 でえー、と電子情報工学科と電気電子工学科という2つの学科で1つの,あのファミリーになっているんですけど、えーと情報の方は、電子情報の方は主に情報系を学びます。ここが私のいるところです。でえー、と電気電子の方は主に物理系のことを学びます。でパンフレットはあのここのリンクでダウンロードできるので、えー、と見てみてください。 で、えっと、これがそのカリキュラムなんですけど、えー、っと皆さんご存知かもしれないんですけど、東京大学は入るとまず1年生と2年生の夏は、この理系の、リーチとかリー,ーの場合は、この理系の一般的な数学とかを勉強します。で、2年生の冬からこの学科に入るんですけど、そこでも2年の冬は割と基礎的なことを勉強しまして、情報通信理論とか、信号処理とかですね。 あと、プログラミングのことをやったりとか、回路とか、電磁器とかを学んだりします。で、3年生になると、本格的に専門的なものの勉強が始まりまして、この情報系の方でいくと、信号あの、そうですね、人工知能とかですね、今流行りの、とかあの音声の処理とか、機械学習とか、画像処理とか、データベースとか、ありまして、もうちょっとレイヤーが下がっていくと、通信の話とか、アルゴリズムとか、OS の話とかですね。 ありましてもっと下がると VLSI、半導体とか集積回路です、ね、とか量子力学とかもありますし、光、えー、電子デバイスとかそういうのもあります、えー。というような感じで、えーと、なっています。という感じで、えーと、いろんな分野を幅広く学ぶような学科になっております。はい、というわけで、えー、とここまでがあの学科の紹介になりまして、えー、とここから、えー、と発表を始めさせていただきます。 えー、今日の私の話す内容は、えー、と画像検索です。えー、画像検索っていうのはどういうことかっていうと、あのこのページは Google 画像検索のトップページなんですけど、えー、皆さんやったことあるかもしれないんですけど、ここにこのように、えー、画像をアップロードします。このようにドラッグアンドドロップで画像をアップロードしますと、えー、この場合、ね、猫の画像ですね。するとこんな感じで、えー、と似たような猫の画像が、えー、たくさん。 調べることができますこういうふうにして、えっと、たくさんある画像の中から似てる画像を探すことを画像検索と言います。これは画像検索といいます。であの、Google 画像検索が一番皆さんにとって身近だと思うんですけど、えっと、こういうのは実は最近すごくいろんなところのサービスに取り入れられてきていまして、例えば、これはあのメルカリなんですけど、メルカリ画像検索っていうやつですね。 がありましてメルカリ上で商品を調べるときに写真を撮りまして、その撮った写真をメルカリのアプリにアップロードすると、似ている画像を探してくれるというようなサービスです。でこういうふうに画像検索というのはいろんなところに今使われてきているものになります。はい、で今日の私のトークは高校数学で理解する画像検索です。で今の話をちょっとまとめると、こういうふうに 画像がたくさんあるとこれデータベースとか言うんですけど、データベース中に画像がたくさん入っていて、そこにこの,この猫に似てる画像を探したいと思ったときに、この猫の画像をよいしょと放置に投げます。すると、えっと、一番似ているものをこの中から探してくる、発見するというのがこれは画像検索ですねで。これをどうやってやるかという話になります。で今日の話題は、えっと、高校数学の知識を用いて、えっと、画像検索のこの仕組みを理解します。なので、あのそんな難しい 高校で習うような数学というのが、えー、この現実の,もの問題につながっているということを、えー、ぜひ、えー、皆さんに学んでいただきたいなと思います。はい、で、き、え、ょ、ー、の話の内容なんですけど、えー、4つになっておりまして、えー、まず最初に、えー、っとこの話を理解するために必要となる、えー、数学の準備の話をちょっとします。 で、その後に、えっと、画像の表現ですね。この画像というものが、えー、コンピューターでどういうふうに扱えばいいのかっていうのを、えー、勉強します。で、その後に、えー、早速探すということ、真面目に探索する方法っていうのを、えー、ご紹介します。で、まず真面目に探索するので、えー、これはちょっとあの遅いんですね。あんま早くないんです。真面目にやるので早くないんですけど、その分精度が高いっていうのをまず紹介します。で、その後、えー、ちょっとサボって探すっていうやり方を、えー、紹介します。 こちらはあのサボるのでの速度が速い。その代わり、えっと、精度はあまり高くないというものになります。はい、では、まず、えっと、数学の準備について、えー、発表したいと思います。でですね、えっと、高校ではです、ね、このベクトルっていうものについて、えー、こういうふうに矢印で書いていたと思います。A の矢印と書いて4、3みたいな。 でこれはあの空間中の点と同じ意味ですね。あのなので、この図形的な意味っていうのはこういうふうになります。この x 軸、y 軸みたいなものがあったときに、えっと、4、3って上がったここの点が4、3で、ここに対するベクトルが a の矢印っていうふうになってます。えっと、より正確には、多分ここでは1ベクトルとかいうふうに習うと思うんですけど、まあ、同じことなので、要はベクトルイコール点だと思ってください。で大学以降の,あの工学系ではと次のようにすることが多いです。 で、ベクトルをこの矢印ではなくて、あの太字にする。これ、ボールドフォントになってるんですけど、太字にすると。で、カッコはあのこの、えっと、四角いカッコにすると。で、えっと、横じゃなくて、これ縦にする。っていうのが、あのえーまあ、私の分野ではこういうふうに書くことが多いです。で、これはあの表記の違いなので、これとこれは全く同じものだと思ってください。はい。で、えっと、 次に、えっと、点のこの次元の話をするんですけど、2、えー、次元空間の点っていうのですね、それは今言ったもので、この A の9、7とか書くと、この二次元 XY 中のある1点を指す。これはあの高校で習ったので、皆さん知っていることです。で、一方、これもう1個3軸目を足すと、例えば XYZ とか言ったりすると思うんですけど、これは3次元空間中のある1点になる。ここですね、A。これが3、21、12というようなふうになります。で、これも、えー、皆さん知っているはずですね。 30に次元空間中の点ベクトルでで、表す。実はこれと全く同様にこの D 次元空間中の点っていうものも定義することができます。この場合、えっと軸があの D 個あると。1、2、3、4、5、6、7、9、だって D 個あって、あのこの空間中の1点はあの D 個の数字が並んでいるものになっています。ということができて、この場合も全く同様にえっとある D 次元空間中の1点がベクトルとして表現されるということです。 なのであの、次元を増やしても、えー、変わらないということです。でですね、次に、えっと、距離の話なんですけど、えっと、2次元の、えー、空間、二、えっと、次元の場合、点 A と点 B の距離っていうのは三、えっと、平方の定理から求まりますね。ここの A97 っていうのとここの B65 ってなったときに、この赤い矢印の部分ですね、ここの距離っていうものは三、えー、平方の定理から求まります。でこれを、えー、こういうふうに表記します。 A と B の引き算、ベクトルの引き算をして、ノルムを取るっていうんですけど、このノルム記号をつけると、この AB の間の距離っていうふうに定義します。これは三平方の定理なんで、9から6を引いて次乗、で7から5を引いて次乗で、それルートを取るってものですね。これが A と B の距離になります。でこれの意味は、えーとまあ、このまんまなんですけど、A と B が次ったときに A-B っていうのはここの矢印になりますよね。 でこのノルム記号というのは、ノルムの間にベクトルが書くと、このベクトルの長さを表すという意味なので、なので、この a-b のノルムを取ると、a、a-b の長さになって、ここになるというだけです。はい、これもあのただの表記の問題です。はい、で、えっと、全く同様に今の話は3次元でも適用することができて、えっと、3次元の場合も、この a と b の距離が同様に求まります。この A、B この今回は数字が3つ並んでいるんですけど、ここの間の距離というのは、この引き算を取ってノルム記号をつけると、三平方の定理とからこういうふうに求まると。要素の事情を全部足してルートを取るということですね。これも皆さん高校で習っていると思います。で、えっと、全く同じようにこの話も D 次元にすることができて、えっと、今回は D 次元なので、ここに D 個数字が並んでいる。ここも D 個数字が並んでいる。 とという時にこの点 A と点 B の間の距離というものは同様に引き算をとってノルムをつけるというふうにして求まります。で、二乗を足す、二乗を足すと、バーっとこの D この二乗を足した後にルートを取ると、まあ、こんなふうな数字になって OK と。ということで、えっと、多次元のベクトルっていうのは、2次元や3次元のベクトルと同様に扱える。で、その距離も同様に計算できるということになります。はい。で、えっと、ここまでがえっと数学の準備でした。 でここからは、えっと、画像の表現ですね、えー。どういうふうにして画像をコンピューター上で表現するかという話をしたいと思います。はいでえっとですね、画像なんですけど、画像っていうのはあの、まあ、こういうものですね。これを、えっと、コンピューターが処理できるようにしたいわけです。このままだとこれ何のこっちゃよくわからないので、まあ、何らかの数値ですね。何らかのベクトルというような形でこれが表現できればコンピューターで処理できるようになると。 いうことで何かにしたいってことですねでここでは似ている画像は似ているベクトルになってほしいんですね。ここは画像検索なので似てるものを探すって話なので。で今日はえっとまず色ヒストグラムというすごく簡単な、一番簡単なやり方を紹介して、その後深層特徴量という一番難しいやり方も触りだけ紹介します。でまずは色ヒストグラムから紹介していきます。 色、はい、ヒストグラムなんですけど、えっと、これが画像ですね。で、えっと、この色に注目します。で、えっと、皆さん、えっと、これも高校の物理で習ったと思うんですけど、色っていうのは色の三原色とかいうのを聞いたことあると思うんですけど、どのような色も基本的に赤、青、緑のこの成分で表現できるというふうに言われています。で、これはコンピューター上では実は本当に単なる3つの整数で表されていまして、赤が35、緑が80とか。 青が16みたいな、そういうもので表されています。でかつ、えっと、画像っていうのは、このピクセルっていうか、あのピクセルの集合なんです。画素の集合って言われてまして、これ、ここの左上の1個の点に注目しますと、この点は例えば赤の成分がこれ、緑の成分がこれ、青の成分がこれっていう風になっています。なので、これを全部、えっと、赤、青、緑で分解して、並べ直すと、まあ、こういう風に3つの数字の集合みたいな風に表すことができます。 ここ,例えばここの23というのは一番右上のここですね。ここのところがえっと23赤の成分が23、緑の成分が43、青の成分が11みたいな感じですね。というふうにすることができます。これがあの色の表現ですね。画像の一般的な色の表現です。でさらに、これだけじゃまだ何あの数字がたくさんあるだけでよくわからないので、えっと、ヒストグラムにするという作業をします。でこれはあの画像値の出現回数を数えるというものです。 で例えば、えー、今回はこれ、えーまあ、200までになってるんですけど、えー、とこの赤のこの中から、えーと、0から50までの中で数字が出てきた回数を数えてここにするとで。50から100までの間はここにする。みたいな感じで、えーと、ヒストグラムというものを作ります。このヒストグラムを、えー、最近は高校で習うらしいので、あの使いますで。高校では多分、なんかアンケートの集計みたいなので、習ったりするかもしれないんですけど、実はヒストグラムっていうのはすごく、えー、と普遍的というか、 あの使いやすいものになってまして、えっと、この情報処理をするときも、えー、複雑な情報をまとめるという時、えっときに、すごく役立つやり方になっていますで。この場合は、えっと、赤がたくさんあったんですけど、何のこっちゃよくわからないものが、こういうふうに、えっと、4つの数字になってくれますで。全く同様に緑もまとめることができまして、青もまとめることができる。これがあの色のヒストグラムですね。 でここではちょっと気持ちとしまして、この辺が緑が多いので、あの緑成分が大きいだろうということで、あのここの緑の数値が大きくしています。こんな形で画像1枚の情報を、この色のヒストグラムというふうにしてまとめることができます。はい、でですね、今、3つの色のヒストグラムが出てきたんですけど、これを全部合体させると、この場合、12個の数値になりますね。 1>, 1つのヒストグラムが4つの数字だとすれば12個になりますね。これを12次元のベクトルだと解釈することもできます。なので1枚の画像は12個の数字で表現された。それは12次元のベクトルである。というふうにすることができます。これがあの特徴ベクトルとか言うんですけど、画像を表現する何かのベクトルだということができます。 なので結論としましてはこのようになりまして、えっと、画像 i からこれ、ね、抽出した特徴ベクトルを v とする。なのでこれから今言ったように色ヒストグラムを各ちゃん赤、青、緑で出しまして全部合体させるとこういうふうに12次元の特徴ベクトルになります。これを v としましょう。するとこの v っていうのは12次元ベクトルなので最初の数学の準備のところで言ったように、えー、っとこの12次元上の空間のある一点になります。 なので、えっと、画像 i は最終的にこの12次元中の空間の1点として表現できることができました。で、えっと、この場合の v っていうのは、えっと、画像 i の本質的な性質を表すと期待します。まあ、この場合、色情報が入ってますね。で、えっと、v っていうのはベクトルなので、えっと、いろんな計算がもうすることが可能になりました。これがあの画像の色ヒストグラムとしての表現です。 で例えばですね、えー、これは実際の探索の様子を、えー、表しているんですけど、このデータベース中に今たくさん画像がありますと、でそれらの画像から特徴ベクトル、12次元のいるベクトルを出しておいて保存しておきます。なので、これらは猫の,、ね、の画像はここ、12次元空間中のここで、この画像はここ、この画像はここというふうにたくさん、えー、置いておきます。で、えー、クエリ画像からも特徴量を抽出します。 クエリ画像というのはあの今からこれに似ているものを探したいとあのユーザーがアップロードする画像のことですで。クエリ画像も12次元の特徴ベクトルなのでここに置かれます。でここでやりたいことは探索、似ているものを探すということなので、この各ベクトルとの距離を求めます。これとこれ、これとこれ。 これは数学の準備で説明したように多次元空間中のベクトルの距離なので普通に計算することができます。でこの場合、一番近いものが一番色が似ている画像なのでこの場合だとこれに対して一番近いのはこれ。なのであの画像を発見することができたというわけで色ヒストグラムによる画像検索を行うことができましたということになります。 で、これで OK なんですけど、でもですね、実は色だけだと、あ,のあまりうまくいかないかもしれません。えー、なぜかというと,、えー、っと、例えばこの場合ですね、この画像はあの猫ではないんですけど、色がすごくこの画像と似てますね。なので、あのとても近いところに置かれるかもしれません。で一方、この画像は猫なんですけど、このピンク色になっていてあの、この画像と全然色が違います。なので、この色ヒストグラムの世界では、このすごく違うところに配置されるかもしれない。 なので、色だけだと現実的にはあまりうまくいかないということが知られています。はい、そこで実際に使われるのは、この真相特徴量という画像表現を使います。実際は機械学習という技術を用います。なので、この画像 i というのが来たときに、この機械学習というものを使いまして、例えば128次元みたいな、ちょっと次元が大きいベクトル、真相特徴量っていうんですけど、v っていうのに変換します。 でこの V が128次元中のある一点になると。で、なので、ここは色じゃなくて、この機械学習というのを使います。で、これをどう作るかっていうことなんですけど、これはですね、先ほど言った猫画像同士が近くなるような、そういうふうなものを、ここを自分たちでデザインすることが実はできまして、そういうものを使います。で、ここでは、これについては説明はしないんですけど、あの今、こういう研究がすごいホットになってきていまして、あの、 いわゆる AI とか言われているものは、実は機械学習なんですけど、えー、ここを頑張ってどうのこうのするというのが今、えっと、流行りです。であの、これがうまくできますと、えっと、こういうふうになって、えー、この猫画像のクエリ画像に対して、この猫も近いし、この色が違う猫も近い。で、あの色近いけど鳥のやつは離れているとか、こんなふうな感じになりまして、猫なら近く、猫以外は遠くになって、えー、うまいことできたというふうになります。これがあの真相特徴量による画像の表現です。 でえっと、まとめとしまして、えっと、画像をの表現は、えっと、画像をコンピューターが処理できるようにしたいと。で画像を何らかの数式にしたいと。ベクトルにしたい。でえっと、こういうふうに実際は画像を V イコール、こういうふうな感じのベクトルにしますで。似ている画像は似ているベクトルになってもらうようにしたいと。でえっと、例としましては、あの色ヒストグラムという簡単なものもあれば、実際に使われるのは真相特徴量というものになっています。はい。 でここまでで今日の全体の話、画像検索の話で、まず数学の準備をしました。数学の説明をしまして、その後、画像をどう表現するかという話もしました。でその後、今はそれによって画像が一つのベクトルとして表されました。で次は、真面目に探索ですね。探索というのを真面目にやるというやり方について説明します。はい。 でこれがあの先ほどお見せしたえっと画像検索の様子なんですけど、えー、繰り返しになりますが、えっと、画像というのは多次元空間中の1点になっている。なので、こういうふうにえっと距離を1つずつ測っていけば、えー、近いものを発見することができます。でこれはあの、こですね、あの記号を振りますと、例えばクエリベクトルはあのクエリの9とします、これ。でデータベースのものは、これは例えば8番目の画像だとしたらこ、これが V8。これが13番目の画像だとしたら、V13 みたいな感じで、ここ数字をつけて表現します。 すると最終的に問題はこういうふうになりまして、探索問題っていうのは、クエリベクトル Q とデータベースベクトル V1、V2 をそれぞれ比べていくという問題になります。はい。なので、定義ですね、探索問題の定義としましては、D 次元のクエリベクトル Q と N 本のデータベースベクトル V1、Vn があるとします。 この Q ですね。Q が D 次元のクエリベクトルなので、例えばこう数字がいろいろ入っている。これとデータベース側の画像は V1 イコール何とか入っている。V2 イコール何とか入っているみたいなものが N 本あるとしますで。これ全部 D 次元ベクトル。で、この時に Q と各 VN を比べ一番近いものを選ぶ。なので、これと V1 を比較します。で、Q と V2 を比較します。みたいなことをやって、す、え、べ、っと、ての距離を出していきます。で、一番近いものを選ぶということになります。 これがと探索問題の定義です。で、えっと、現実の探索問題を考える上で、えっと、重要な点は一体何でしょうかそれは、えー、速度と精度です。で、えっと、まずは、えっと、厳密に探索する方法を紹介します。で、これは厳密に計算するので、あの高速度。あご,めごめんなさい、高精度です。なんですけど、低速。高精度というのは、この上に書いてある、この定義を、あのそのまんま完全に実行するという意味です。 なので、一番この厳密に距離が小さいものが求まります。で,では、計算の速度っていうのは一体何なんだろうという疑問が湧くと思います、えー。高校までの数学の範囲では、あの計算の速度っていう概念は、えー、ないので、えー、一体何のことだろうということになると思います。あの微分方程式やとかを解くときとかも、えー、それにどれぐらい時間,かかかか時間がかかるかっていうことは考えないと思います。 でも実際のこのコンピュータサイエンスでは、あのこういうのが非常に重要になってきまして、どれぐらいかかるのかっていうのを数学的に表現したいということですね。で実、やることはそんなに難しくなくてですね、計算の量で見積もります。何回計算がかかるのかっていうのを調べていって、その合計がかかる時間になります。というのを今から説明していきます。 で、探索問題の定義に戻りますと、この Q と V1、Q と V2 と比べていくんで、まずは Q と V1 を比べるときを考えましょう。で、ここで、えっと、Q と V1 の距離の2乗を考えます。2乗を考えるので、えー、例えば、つまりく v 1のこのノルム、これが距離の記号でした。これの二乗です。なので、えっと、これ展開しますと,、えっと、これ要素の差ですね。61-3,61-3. 39-26. これは要素の事情を全部足していって、本来はルートを取ってたんですけど、今回事情なのでルートを取ります。という、これになります。なんで事情してるかっていうと、今回必要なのは、値の代償だけが重要なので、事情しても OK だと。つまり、9と V1 がよりも9と V2 で、この9、V1 の方が近いっていうことは、それ事情しようが、事情、結果変わらないので、距離の相対関係は変わらないので、事情をしてしまいます。 ですると何がいいのかっていうとあの、本当はここでルート取る必要があったんですけど、えっと、ルート取らなくてよくなったのであの、これで終わりになりました、計算。なので、ちょっと計算があの少なくなったということです。で、えっとえー、っと、ここでやるのはこれですね。なので、Q と V1 の距離っていうのは、この計算が必要となる計算になります。これにどれぐらい時間がかかるのかっていうのを、今から見ていきます。 でえっと、これはですね、あの真面目に数えていけばよくて、まずここのところは引き算を1回しますね。で、その後、自乗するので、掛け算をここで1回しますね。で、これと次のやつを足すために足し算を1回しますね。ということで、えっと、D 回の引き算と D 回の掛け算と足し算は1回少ないので、D 引く1回の足し算をする必要があります。ということです。 で、ここでですね、この四則演算ですね。これは、足し算とか引き算とか掛け算は、同程度の速度だと、えー、仮定しましょう。で、あのそれら全部をまとめたもののために、この計算アンダースコアっていう記号を定義します。で、この計算アンダースコアでまとめます。で例えば、計算アンダースコアは1ナノ秒とかですね、つまり足し算引き算とかは全部1ナノ秒で行うことができるというようなものです。なので、これらを全部まとめますと、3D-1 回の計算アンダースコアになります。 で、えっと、これ3、D っていうのは結構大きい、100とかだと仮定するので、これ1っていうのはもうちっちゃいので無視しちゃって、こういうふうに禁似します。で、合計で 3D 回の計算アンダースコア。これが、この Q と V1 の計算のためにかかる計算のコストですね。時間です。というふうになります。で、ここ、ポイントは、真面目に数えていくということになります。 で今の話は Q と V1 の比較をしたところ、これを計算するためには 3D 回の計算、計算アンダーバーが必要でした。でこれを V1 から Vn に対して N 回を行う必要があります。なので、合計で 3DN 回の計算アンダースコアになります。これが全体の計算のために必要なコストですね。でさらに、一番近いものを選ぶという作業がもちろんいきます。 なんですけど、これは N 個の距離の結果ですね、距離の値を一つ一つ眺めていって、1個ちっちゃいのを取ってくればいいので、これも N 回の計算アンダースコアとします。というわけで、合計で 3DN たす N 回かかります。これは 3D たす1の N 回なので、これもさっきと同じように D は十分大きいとして1を消してしまって、合計でやはり 3DN 回の計算アンダースコアになります。これが D とクエリと全部を 比較する時の、えー、とのの直ににカウントトした結果の計算コストになりますで、えー、以上の話から探索問題の計算コストは、えー、3DN 回の計算アンダースコアということになりました。なんですけど、ここでちょっと,、えー、とですね 3DN っていうのも、えー、2DN も DN もこれは大して変わらないでしょうということにして、えー、定数倍は無視するという大胆な禁止を行います。 なので、3DN も DN ということにします。これは、えっと、ちょっと最初に見ると、一体そんな無茶苦茶なことしていいのかって思うと思うんですけど、あの実は計算量という理論をいろいろやっていくと、まあ、ここはあの D とか N に対しては本質的ではないということで、えっと、無視しても OK ということになります。なので、ここはあのちょっと納得いかないかもしれないんですけど、まあ、ここ納得いくためには、大学に入って勉強するのをちょっと楽しみに待ってい,ていただくということにしまして、えー、そうします。なので、最終的に D 次元、 n 本のベクトルたちに対する探索の計算コストですね。これですね。これっていうのは、DN 解の計算アンダースコアということになります。これが、えっと、真面目にやる探索問題の、えー、っとコストになります。はい。で、これは、えー、まとめますと、えー、精度は、これ厳密ですね。 なぜかっていうと、今完全にこれと全部一つずつ比べていって、一番小さいものを取ったので、あの失敗のしようがない。なので、精度は厳密ですで。速度としましては、えっと、DN 回の計算アンダースコアになっています。これの例としましては、えー、例えばこの計算アンダースコアが先ほど言いましたように、1ナノ秒、10のマイナス9秒ぐらいかかるとしたならば、これはもうざっくりなんですけど、あくまでざっくりで DN ナノ秒ですね、かかる。つまり10のマイナス 9ND 秒かかりますで。もしこれ次元が1000次元、D イコール1000で、 データベース中の画像の枚数 n が10の4乗1万だったとした場合は、これ、これの d と n をここに入れまして、結局10の10ミリ秒ですね、ぐらいになる。これがあの全ての探索にかかる時間のコストだというふうに言えます。これは例です。で、これは果たして早いのか遅いのかっていう問題があるんですけど、まあ、よさそうに見えるんですけど、実はこれあの、n に線形っていうふうに表現するんですけど、ここに n が入ってくると、 n が10倍になったときには、速度も当然10倍になってしまいますね。なので、これは実はあまり嬉しくないというふうに言われています。これが線形のコストというものですね。もしこれよりも少ないコストで検索をすることができたら、そっちの方が嬉しいということになっています。はい。で、ここまでで真面目に探索するやり方を紹介しました。まず順番にいきますと、今日の話は画像検索ですね。 その画像検索を実行するために数学の準備をお話をしました。その後に画像の表現ですね。画像をコンピューター上で表現するためにどうするかという話をしました。その後、真面目に探索ですね。一つ一つ順番に探していくことのやり方について紹介しました。これは真面目にやるので、精度はいいんですけど、あまり速くないということです。次に、ちょっとサボって探すというやり方もご紹介します。こちらは、ちょっとサボるので速度が速い。 ということが言えますあの。正しいやつ、精度はあまり高くないということです。はい。で、ちょっとサボって探す話なんですけど、えー、これが D 次元空間だったとしまして、えー、クエリベクトルが9ここにあったとします。で、データベースベクトルがこの黒点が、えー、全て画像だとありました。これがあの今考えている状況ですね。で、えー、これ真面目にやるときは、 真面目な探索っていうのは実はここに書いてあるようなことになってまして、えー、この9と全部のベクトルを比較します。この矢印で書いてあるように。全部比較するので、えっと、N 本全てのベクトルと比較するっていうのが真面目な探索でした。ただ、これよく考えると、これ N 本全てと比べるのって結構、えー、大変ですね。なぜかっていうと,、えっと、そもそも遠いベクトルですね。この辺にいるベクトルたちはあの全然遠いんであの、明らかに違うだろうと。 違うので、これらとわざわざ距離を計算することはあの無駄です。えつまり、この9の場合は、例えばまあこの辺にリアやがどうせ正解だろうと、この辺のはもう失敗だろうということが、この図を見るとわかる。なので、何とかしてここら辺との計算をサボれないかということを考えます。これがあのちょっとサボって探索です。で、どうするかという話なんですけど、こういうふうに ベクトルをですね、事前に稽古のグループに分けてしまっておくことを考えますで。この場合ですと、この緑のこの辺のベクトルたちと、この辺のオレンジのベクトルたちと、この辺の青いベクトルたちというふうに分けておきます。この場合、k イコール3なので、稽古なので3つに分けておきますねで。それぞれのグループを代表するような代表ベクトルというのをここに1個考えておきます。これはあの真ん中にいるやつを代表ベクトルというふうにします。 でそれで、えー、っと、クエリとですね、この K 本の代表ベクトルを比較しまして、えっと、一番近いグループを選びます。この場合ですと、これが9で,で、代表ベクトルはこのこれとこれとこれ。これ3つありました。K 本なんで。で、このような3つと比較しまして、クエリから一番近いグループを探します。でこの場合、ここが明らかに近いので、あの、こいつが一番近いグループだなということがわかります。 それで選ばれたグループ内でのみ探索する。今回は Q はこの緑の部分が一番近かったので、この緑の中にいるやつらの間だ,だけ距離をしっかりと計算します。で、これがちょっとサボって探索です。で、これは明らかに計算が早そうなんですね。なぜかっていうと、この辺のやつらと比較してないので、こことだけしか比較してないので、計算は早そうということが、この 図から見て取れます。はい。で、じゃあ一体どれぐらい速いのかっていうことを、えー、しっかりと計算してみましょう。でまず、このベクトルを事前に稽古のグループに分けておくという部分なんですけど、これは事前にやることなので、事前処理なので、ここはあの時間がどれぐらいかかってもいいので、えっと、気にしません。まあ、なんか頑張って分けておきます。 で次に、このクエリと K 本の代表ベクトルを比較するっていう、この部分にどれぐらい時間がかかるのかということを考えてみましょうで。これはですね、ちょっと思い出してほしいんですけど、えっと、N 本のベクトルとの探索コストですね。真面目に N 本と、えー、探索するときのコストは、えっと、DN 回の計算アンダースコアでした。これはあの先ほど勉強したことですね。なので、えっと、ここで今回はこの K 本との真面目な計算ですね。 増えるとこいつと増えるとこの代代表表とこの代表この場合、K イコール3なんですけど、K 本のベクトルとの真面目な計算なので、この DN 解の N のところに K を入れてしまうことで、DK 解の計算アンダースコアの計算コストでこれを計算できるということがわかります。なので、この K 本の代表ベクトルとの比較は DK 解の計算アンダースコアになります。で次に、最後のステップですね。この中で探索する。 ということを考えるんですけど、ここって、えっと、一つのグループ内の、このベクトルの本数の平均っていうのは、これ n÷k ですね。全部で n 個ベクトルがあって、グループが k 個あるので、平均的にはこの中には n÷k 個のベクトルが入っていることがわかります。なので、先ほどと全く同様に、えっと、n 本と比較するときは dn 回の計算アンダースコアだったので、今回は n÷k 本なので、この n に n÷k を代入しまして、 d×n÷k 回の計算アンダースコアで、この中を計算することができます。これが、あの、ここの計算コストですね。なので、最終的にですね、必要なのは、ここと、ここを足したのが必要な計算コスト。なので、d、d×k 足す n÷k ですね。この、ここが d 形態で、ここが d の n÷k 回だったので、こういうふうな、 ものの計算アンダースコアっていうのがあの今回のサポット検索のにかかる計算コストになります。はい。で、えー、いいでしょうか。こんな感じになります。で、この D で、ケータス A の RK、ここは、えー、でどれぐらいなのか、これは早いのか遅いのかっていうこと話があるんですけど、それを今次に見ていこうと思います。で、 d で k たす n 割る k、回の k 算ダースコアなんですけど、ここで n っていうのは固定ですね。最初のデータベースの中の画像の枚数なので固定なんですけど、この k っていうのはグループの個数なので、実は自由に決められるパラメータです。このシステムを作る人が k をいくつにしようとか、自分に考えることができます。で、例えば k イコールルート n にしてみましょう。 k にルート n にすると、ここルート n になって、ここもルート n になるので、これまとめると、2d ルート n 回の計算アンダースコアになります。で、ここで、あの、先ほども見せたように、定数倍は無視するってルールがあるので、それを適用しますと、d かけるルート n 回の計算アンダースコアで計算することができます。で、これは、えっとですね、dn っていう真面目にやるのに比べて、ここがルート n になってるので、これ実はすごく早いんですね。ということがわかります。 これが最終的な k イコールルート n にした場合の計算コストですね。でちなみに、なんでここで k イコールルート n にしたかっていうとです,、ね、これですね、これちょっとよく考えてみると、今考えてるのっていうのはこれなので、この k たす n 割る k をちょっと f としまして、fk イコール k たす n 割る k としますで。k が変数なので。ですると、これを、これ計算コストなので、これを一番小さくしたいわけですね。 でこれを最小にする k を考えると、実はこれ解析的に求まりまして、解析的にっていうのは、えっと、微分とかして、普通に、あの、高校数学の範囲で求まります。で、これを微分して、k で微分して0っていうのを解きますと、これ、k イコールート n になりますね。なので、関数がなんか、こういう、あの、凸な形になっているので、えっと、一つ、えっと、一番小さい値っていうのを求めることができて、その時に、えっと、ルート n だと。だから、これを入れます。 でこれが一番いいかどうかっていうのは実は分からなくて、制度とはまた別問題なんで分からないんですけど、とりあえず、えー、この式を一番小さくするのはルート N なので、これを入れてみたという形です。で、えっと、ここでポイントなんですけど、今回早くなったんですけど、実は制度はあの落ちてまして、失敗する場合があるんですねで。なぜかというと、例えばクエリがこの辺にあった場合は、あの代表ベクトル3つ比較して、 あのこの緑の中で探すことになるんですけど、これよく見ると、この中の一番近い、この黒よりも別のグループのこいつの方が近いということがあ,のありえますね。なので、えっと、実は精度は落ちます。失敗する場合があるということです。まあ、その代わり速度が上がったということになります。で、えっと、これらの探索の話をのまとめなんですけど、えー、ここが方式になりまして、えっと、真面目に探索した場合ですね。 まあえっと、精度が高い。これは厳密なので。で、その場合の計算コストは DN 回になります。で、サボって探索した場合は精度は低いんですけど、計算コストは実は少なくなっていて、D のルート N 回になっています。で、この D のルート N 回っていうのは実は DN 回よりだいぶ少なくて、例えばですね、これこの2つの比を取って、この N をすごい大きくしてみることを考えます。今回画像検索なんで N は大きいんで。 すると、これ、ゼロになりますよね。これ、計算すると。高校数学の範囲計算するとゼロになるので、つまり、こっちの方が、えっと、めちゃくちゃに大きいってことがわかります。で、これを、え、実際に数値を代入してみても、まあ、わかりまして、例えば D が128次元だったときのことを考えると、え、N が100、データベース中に100枚画像があるときは、まあ、これぐらい、そんな変わんないといっても、まあ、10倍変わるんですけど、まあ、10倍ぐらい変わります。なんですけど、これが、えっと、もし1万枚だとした場合は、これ、100倍速度が変わります。 で 100, 万枚ですね、100万枚の時は、画像が100万枚あった時は、これ、1000倍ぐらい速度があるので、もう全然速度が違うということになります。というわけで、えっと、実際の速度というものがこの数学で見積もることができたというのが、ここのポイントです。はい。で、こういうふうに探索問題というのは、数学を使ってモデリングできます。で、高校数学というのは、そういうモデリングのための基礎になっています。 で実際の画像検索システムでは、こういうふうにいろんな方式を考えまして、メリット、デメリットを交流に入れて選択するということになります。はい。で、今日の話は、えー、大体終わりなんですけど、えーっと、まず数学の準備の話をしました。で多次元のベクトルは、えっと、2次元とか3次元のベクトルと同じように扱えることを説明しましたで。その後、画像をコンピューター上で表現するためにはどうすればいいかということを説明しまして、 簡単な色ヒストグラムを使う例と、えっと、一番難しい深層特徴量の例をご紹介しました。で、えっと、その後、真面目に探索するやり方をえ紹介しました。でこれはあの速度はあ,とあまり、速度は低いんですけど、えっと、精度が高いというやり方です。でその後に、ちょっとサボって検索するというやり方を紹介しまして、こちらはサボったので高速だと。でその代わり精度はあまり高くないということになります。 で今日の話は全部高校数学で理解できることだと思いますので、えっと、高校数学を使っても画像検索が、えー、分かるということになりますで。今日話さなかった重要トピックというのも、まあ、たくさんありまして、一番重要なのは、ですねこの精度が高いとか低いとか言ってたんですけど、それは一体どういうことだということがあります。で実際は、これはリコールアット K というようなこの精度を表す指標みたいなものがあるんですけど、 こういう指標を使いまして、システムがどれぐらいの性能なのかっていうのを数値的に計測します。で、えっと、メモリー消費量に関してなんですけど、えっと、えっとですね、実は、あの、今日はですね、探索は、えっと、本当は、速度、精度、メモリー消費量のトレードオフだということが言えます。なので、えっと、本当は、えっと、メモリーっていうのもすごい重要なファクターになります。 精度が100%かつ爆速なんですけど、ただしいメモリを無限に使うという手法が実は作れてしまうということが、えっと、挙げられます。なので、本当はこのメモリというものをすごく考えなくちゃいけなくて、あのメモリというのはコンピューター上であのよくあのパソコンのスペックとか見ると分かると思うんですけど、えっと 何ギガバイトのメモリーだとかいうのがあると思うんですけど、あれがあのコンピューターが作業できるときに覚えていられる量というものになりまして、えー、それがすごく重要になってくるということです。なので、本当はちょっともうちょっと難しい問題ですね。で、えっと、真相特徴量というのを僕紹介したんですけど、あれは結局何かという話があります。で、えっと、猫 1.jpeg とか、あと猫2 j p g みたいなものを実は 集めてきてきこれらは似てますという情報を、えっと、コンピューターにたくさん与えますと、これでコンピューターが自動的に学習してくれるような、えー、そういう分野があるんですね。これがあの距離学習という分野なんですけど、これも機械学習という、えー、理論のもとになっています。こういうふうに、えっと、実際に似てるものっていうのをそのシステムを設計する側の人が集めてきて、えー、それを使ってコンピューターに与えていろいろやるっていうのが真相特徴量ですで。この記事とかがちょっと面白いので、あのもし興味あれば見てください。 でえっと、グループ分けはどうするのという話もありまして、えー、っとよく使われるのは K-means クラスタリングという手法です。あのグループ分けというのはこのあのサボるときに言っていたようにこの緑とかオレンジの青、こういうグループ分けというのは一体どういうふうにするかというのがあるんですけど、この K-means というのが非常に、えー、普遍的な手法になりまして、しかもそんなに難しくなくてです、ね、高校数学で理解できるので、これもあのぜひ調べてみるとよろしいかと思います。はい。 でですね、次に大学で学ぶ学問との、えっと、接続の話をしたいと思います。で、えっと、まず、えー、計算量理論ですね。で、今回私は、えっと、DN 界の計算アンダースコアとか言ったんですけど、あので、それはどういうことかっていうと、実はあの、本当はこういう、あの、ちょっと濁した言い方ではなくて、計算量の理論としてあの、完全な数学的な体系があります。で、それを使って、えっと、やることができます。これを使うと、っとアルゴリズムの性能っていうものをですね、 数式でで記述ししたたりり比較すすることができますアルゴリズムっていうのは手法ですね。こういうふうに速度とかメモリ消費量とかを見積もる理論っていうのがあります。でまたデータ構造の話もありまして、今回はなんか割とそのまま説明しちゃったんですけど、本当は実際の探索問題を使うときはデータをどういうふうにまとめて、どういうふうな処理を行うかっていうのをセットにした必殺技みたいなのがあるんですけど。 このハッシュテーブルとかツリーとかそういう必殺技がありまして、そういうのをデータ構造っていうんですけど、えー、そういうのを使いますで。今日の実はサボって探索というやつは、あの天地インデックスっていうデータ構造を実は使っていました。であとはあのアーキテクチャの話もありまして、えっと、今回足し算と引き算は大体同じ時間がかかるとか言ったんですけど、そもそも足し算とは何かという問題があります。コンピューター上の足し算というのは、突き詰めると,と回路で実現されます。 でここはあの半加算器という一番簡単なやつで、この1ビットの二の進数の足し算ですね、0101の時の足し算を表現するのは、こういう回路ロで表現されますで。こういうのもえっと勉強していくと、一、えー、つ一つ分かるということになります。でえっと、なので、えっと、工学部のえっと電子情報工学科とか、電気電子工学科では、こういうようなさまざまなレイヤーをえっと幅広く学びますので、あのぜひ興味があれば見てみてください。 で次に、これで最後なんですけど、参考資料としまして、画像処理にもし興味がありましたら、この本がすごくよくできてますので、ぜひ見てみてください。今日発表した手法のコードっていうのは、実は公開されてまして、コードっていうのは、プログラミングのコードですね。これは、このライブラリの内容を実は紹介したので、ここ見ていただくと分かると思います。 画像検索システムに関しては、実は企業でいろいろ使われている上に、企業が結構情報を公開してくれていまして、こういうふうなのを見ると、いろいろ分かると思います。はい。で、えっと、本日の発表は以上になります。はい。ここですね。